嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜日都市伝説。笑ってんじゃねえよ。笑ってんじゃねえかよ。もう都市伝説。それは言ってないけど、うん、思わぬリズム感が面白かったなって思って笑っただけなんだけど。僕もこれ。うわうわ兄貴はそうやって言ってんだよ。なんだこの両隣のオレンジは。うっとうしいわ。ということで本日も都市伝説横で、ドテズラです。はい、ドテ都市伝説にお越しはしてない。いいんだろうが、別に言おうとしたらちょっとおじゃらけた感じがおもろいなと思ってこうなってるだけだろうが。文句あんのかてめえ。スライスイスライス。おい、なんでだよ。おかしいだろ。絶対やると思ったわよ。前回さ、刑罰の都市伝説やったでしょ。おお、やったね。今日もそれに引き続き刑罰系の都市伝説を喋ろうかなっていうね。おお、刑罰好きやね。そう、刑罰ハマってます。最近刑罰にハマってる。してやろうか。ないね。懲役ってあるでしょ。あ、懲役、お前は懲役5年だ10年だみたいな。それの世界で一番長い懲役数って何だろうなっていうね。何年だと思います。150。少ない。150の人だって。でも少ない。まあ少ないの。生きていけないもん。無期懲役。それは別や。え、タイの囚人なんだけど、14万1078。14万。お前デーモン小暮閣下か。お前小暮閣下か。かかっちゃった人がメイチャモイティピアソっていうね。もう覚えにくい。もう忘れた。メイちゃんよ。メイちゃん女、まあ、女です、女。メイ、何をやったかってことだよね。はい、こんな14万年。だいぶよ。14万年。いないよね、人間は。14万年前。ちなみに14万年前は、氷河期ですね。いないね。氷河期無理や。氷河期からここまで出てこない。そう。地味だと思われてそうなった。あ、そういうことか。だから、ゲームを攻略家も、懲役を犯したらこういうことになる。そうね。そんなね、奇想天外なことをやらかしたわけじゃないんです。奇想天外なことやらかしてます。ここ、14万年言うてまあ何をやったかって言いますと、詐欺です、詐欺です、詐欺です。詐欺です。詐欺です。このメイっていうのはね、夫が空軍のお偉いさんだったわけよ。で、そのお偉いさん この名前を使って会社を建てたの。投資会社を作ったわけよ。もう有名だから、その名前を使ってもうバンバンみんな投資してっていうことをやって資金集めました。ただその資金はもう遊びとかに使っちゃって、もう大問題ってなった。メイ最悪やねん。そういくら集めた。日本円にすると280億円。280億円。なんでね、14万とかいうわけわかんない、もうふざけてる、一見ふざけてるような、ふざけてる懲役年数を課したのかっていうと、世界は裁くパターンが3つあるのよ。一つは過重主義。例えば重い罪と軽めの罪をやった人物がいたとしたら、重めの罪だけを裁く。なるほど。え、ほんじゃ軽めの罪何やってもいいよ。人殺し、下着泥棒、下着何枚取ってもいいですよ。まあ極論言っちゃえばそういうことよね。で、過重主義っていうのはこっちの重い方が、例えばじゃあ懲役7年だとします。そしたらこの7年のプラスこの半分 3.5 年を足すわけ。ちなみに日本はこの過重主義を取ってます。そうなの。そう。へえ。二つ目っていうのが、はい、吸収主義。さっき言ったみたいにこう罪2個やりました。重めと軽め。これはもう重めだけを裁くという。何してもいいの。じゃあこっちは。もうこっちはもうほんと何でもない。ああ、そういうことか。そう。これこそヤバいやつ。三つ目が陛下主義という。天皇陛下。天皇、そっちじゃないね。超なんか後期っぽいや。何しても。陛下がもう自由に決めるの。ああ、14万年。そう。アホやな、アホ兵。陛下主義っていうのは、はい、重めと軽めあったら、どっちもさばいて、それを足したやつ。あ、一丁目。そう、一番やばい。なるほど。メイっていうのは、この陛下主義を取られた。騙した人数がめっちゃいて。そういうことか。そう。なるほど。騙した人間が約1万7000人。1万7000人。全部さばかれた。そう、全部これどんどん足してって。この数になる。そういうからくりがあった。やばいね。なるほど。同じ詐欺で終わらないんだ。そう、終わらないの。そもそも
14万なんて貸して意味あんのっていう話じゃん、うんうん、でもちゃんとねこれ意味があるわけです。御社っていう制度があって、御社っていうのは国を挙げてなんか祝い事とか、うん、一大イベントとかあった時に天皇陛下からあのじゃあみんな在任刑軽くするよみたいな、これを御社っていう。そうすごいな。いやでもちゃんとあるんですよこういう制度が。仮に御社が何回かあって減刑されたとしても14万もあったら出てこれないじゃん、うん、出てこれない。どんだけさっぴいてもさ。なるほど、めっちゃあるから。軽くさせる気はないんだ。そう、もうさせる気はないというかもう脱獄させる気ない。だからじゃんどんだけ軽くする予定だったんじゃん確かに確かに、ね、この言い方だと10万年ぐらいはもう下げてるいいやん、さっぴくの5000年とかにすればいいだけじゃんまああと御社プラス囚人っていうのは監獄内で更生したなって判断されたら、うん、あの刑が短くなるパターン。あーそれ聞くねよね。そうそう、だそういうことがあっても14万は、はい、もう無理でしょさっぴいても、まあ、どんだけ模範囚であっても違うのよ頑張ったからとか言って7万でとか引かないよ7万で引こう元々14万に しなきゃいいそっちじゃない俺が言ってんの。引くのをもう低くすれば、うん、これしか引けないから、うん、5万年でいいとかなんですよ。万年だから何万そんなそもそもなんで万年引こうとしてるのさっきね、大輝がそろってさ無期懲役やんみたいなとこ言ってたじゃん。 それすりゃいい、そう無期懲役すればいいって思うじゃん、うん、だからできないできないな。なんでかっていうと詐欺じゃ無期懲役に処置。なるほど、あやめないとダメなんだ。そう、殺人とか非道徳的なことした人のみ無期懲役とか死刑とかになるわけで、苦肉の策の重要。そう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 いつの話これはね、1989年の話だ。最近じゃねえ。そう、割りかし最近の話。だいぶ最近この手だと思ってほしいよ。知らねえよ89年、ほんまや。そうだけマー君世代や。裁判官すら笑ってたそんなな、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 だからもう14万でもね、この話ねこれ嘘なんじゃないかっていう説もあって、タイのね最大懲役期20年なのよ。え、うん、そう話変わってきた。法律で決まってる。20年以上、そう、20年以上やっちゃダメですよっていうのがあるから、これ結局本当なのか嘘なのかっていうね、そう、真実が定かじゃないでも数字ただ、でも限りなく事実に近い。だってこれギネスにも登録されてるから。ギネスすな、こんなもん何してんねん。一個に対して多分20年なんだろうね。そうそうそう、最大が。その他にもね、異常に懲役が長い囚人っていうのが何人かいて、おお、まあ例えば、そのアメリカ、なんだってデスペラードシューマン。誰だお前。え、仮想で作ったんだよ、バカ。すいません。はい、懲役5万年。アメリカのある囚人。この人が、懲役1万年。なんか、しょぼくな。しょぼくな。すごいんだけどね。まあ、この人何やったかっていうと、暴行。それはね、暴力、暴行事件。2000回とか。そう。そう、そんぐらいしないと無理だよ。で、あとまあ、同じように、フィリピン。まあこれも暴行事件で1万4000年1万4000年で重要中国の歴史みたいなやめてで、ちなみに日本で一番一番多かったやつっていうのが、はい、カジです。俺だ俺じゃねえよこの方が俺なわけねえだろ。何してたんだ。2005歳万年何したかっていうと、はい、泥棒で50年です。しょぼっ。しょぼっ。でもそれ最高なんだ。そう、そう、これが最高って言われてます。それ以上は全部無期になっちゃう。そうそうそう、死刑かも。そう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 。泥棒何千件。泥棒は、これも定かではない。これも定かではない。ずるずるそうです。定かではない。定かではない。突然説が残しながらも逃げれる言葉ね。やばい顔してる。そんな顔してる。定かではない。まあこのタイのメイなんだけど、限りなく事実に近いけど、もしかしたら嘘の可能性もあると。さっき言ったように、獄内で更生したなと思われたら、もうすぐ出てこれちゃう世の中なわけよ、今は。ああ、確かに。だからこそ、世の中にはいい顔をした重罪人が身の回りにはびこっているかもしれません。信じるか信じないかは、あなた次第。よっ。一言いただいてもいいですか。あなた次第ですのですがない。誰も言うんじゃなかった。気持ち悪っ。あ、キモい。あ、キモい。洗脳されてるからね。あ、やばいわ。全然気づかないんだ。やべえ。気づかないってことは懲役何年これ。両方と逃がしたくないんで35万。35万。いいですね。好きになって信じたってどうせ恋
歩の一歩が踏み出せない自分が許せない。